はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は新ギレンの野望ドズル中将編、続きをやっていきたいと思います。前回ですね、父殺し、そのギレンをバオアクーで破ったドズル軍なので、今回はソロモンにね、その隙に攻め、寄せてきている連邦軍艦隊、これの撃退を行っていきたいというふうに思います。今ソロモンに展開している部隊だけだとちょっと厳しいので、急いで部隊をね、戻していきたいというふうに思います。じゃあまずそこからやっていきましょう。ソロモンにはビグザムが入ってるんですけども、まあどうしても数が足りないかなっていうところですね、モビルスーツ自体の。なので急いでモビルスーツを戻しにかかります。3連星のドムとかよりやっぱゲルグが欲しかったな。まあでもここは3連星のドムを作っておきましょう。で、肝心のアバオアクーから戻す部隊なんですが、まずは足の速いグワジン、これにモビルスーツを乗せて、急いで戻ります。そっからですね、ザンジバルとかだとちょっとやっぱり足が遅いので、ここは足の速いグバジン、これを使って急いで戻りましょう。ライルのグバジンにもあと4機モビルスーツが乗せられるので、ゲルググ、まあ、ここはやっぱりね、厳選したモビルスーツ隊を先に送り込む必要があるので、ゲルググを送りましょう。そうだ、ガトー専用のゲルググに人が乗せられるね、今。誰かを乗せよう。アコース、オルテガ、ガイア、コンスコン、シャリア、ジン、スレンダー、ハマー、マッシュ。どうしようかな。ここはある程度戦える人がいいので、オルテガ、ガイア、マッシュは同じ部隊に配備したいから、そうなると、ジーン、スレンダー、このレベルになるのか。ニュータイプは温存したいとは言いつつ、もうその余裕もないか。いや、アコースだな。アコースに、ガトー専用ゲルググ、それを任せよう。しっかり戦ってもらいましょう。あと、シャーがどっかにいたよね。シャー、いた。シャー。これに、ランバーは残しておいて、ゲルググも一機どっか乗せましょう。これでグワジン一個満載になったので、ここのグワジン結構期待できますよね。オールゲルググで、ガルマがいて、ライデンがいて、アコース、シャー、まあ、このあたりでしっかり急いでソロモンに戻ります。あと3ターンはかかっちゃうかなという感じはしますけどね。あとはキシリアのところにもモビルスーツを乗せていきましょう。もう特に考えずに乗せていきます。でだ、ゲルググマリーネ2機か。リックドム、そしたらリックドムに乗せちゃいましょう。3連星は不本意な部分はありますが、まあ、死の子の言っていられないというところもあるので、ビッグドームに乗せちゃいましょう。オルテガ、ガイア。でね、彼らは乗せ替えればいいので、いざとなれば。とにかく今は、急いで、モビルスーツ隊を出したい。これでキシリアも戻れます。あとは、まあ、アーバンワークに、まあ、それなりの戦力は残しておく必要はあるとはいえ、いざとなれば作ればいいというのもありますから、ここはチベに乗せて出撃させましょう。ムサイを残していく。ザンジバルはこの後使えるので、地球攻略作戦で
連れて帰ります。ザンジバルは足を速くするような改造はしてあるんで、まあ昔ほどね、足がもう遅くて使えないやっていうほどの機動力のなさにはなっていないっていうのが救いかな。ラコックのチベも出して、それにシーマを乗せる。こんだけの数出せばさすがに、まあ、間に合えばというのが前提ですが、ソロモンは防衛できると思います。デミトリーのバルバロ足速いね、さすがに。ムサイは先ほどお話したように残します。でチベも出して、ムサイ3隻をアーバー空中域に残しておきましょう。もうソロモンの防衛がね結構しんどそうなんですよね。まあ今出した艦隊アーバー空からの増援が間に合えばもちろん、ソロモンね防衛できると思うんですけども、それまで持たせられるか。数は同じぐらいまで戻してますね。戦闘を再開します。ただ敵は精鋭が残ってるからね。まずはビグザムで砲撃、大型メガ粒子砲。グハ微妙だな、ここぞという場所じゃないよね。ここは使ってもいいかな、メガ粒子砲ね。で残りのビグザムなんですが、シムスがいて、こいつだよ問題は。ドアリングをちょっと動かして、ここでミライさんのグレイファントムを狙いましょう。でビグザムは1機、これはエネルギーの充填を行います。空振りだな、しょうがない。ここは普通に攻撃しましょう。シムス、これ以上モビルスーツは失えないので、ある程度深手を負ったものは一旦戻すしかない。さあこれでいっぱいいっぱいかな。一応マップくまなく確認しておきましょう。大丈夫だね。未来さんを撃沈。カークスもこれ落とせるでしょう。4機のゲルギグで傷ついたジムコマンドであれば、あとはできればノーダメでいってほしい。よし、フルアーマーガンダム。撃沈できないか。悔しい。ビグザム、これは砲撃ですね。大型メガ粒子砲です。
アムロがいる？いや、無人機のガンダムでしたね。いやでもこっから本当適正だからな。無罪残ってくれた。リックドム一機失いましたね。さらに無罪、これも撃沈された。クリス・マッケンジーだな。ビグザム相手にボールか。リックドム無罪失ってますね。ここはこらえどころかな。どっから潰しにかかるか。まずはガンダムと G3、 これを撃沈していかなきゃいけない。いや撃破していかなきゃいけないですね。シムスも使って、ビグザムはどうする。拡散メガ粒子砲を使おう。尊念を下げればなんとかなるもんね。いやー、このリックドム2機は出せないね。この無罪リックドム2機は出せないって。たっかといってこの尊念失いたくないよな。どうする。このビグザも一度前に出そう。で尊念を下げて、これで拡散メガ粒子砲を撃てる。ギャンはほぼノーダメージ近いので動かせるね。ここはジャミトフのグレイファントムを狙おう。ドアニングがちょっと削られてるね。ドアニングも一回下げざるを得ないか。下げましょう。いや、モビルスーツの数が足りない。ジャミトフは落とせず、ガンダム一機落とした代わりにゲルグが一機落とされましたね。G3 ガンダム撃沈できなかった。敵は撤退するんであれば追撃して数を減らします。リックドムが一機撃墜。ビフザムは大丈夫だよね。さ、こちらの奥深くに入り込んでいる敵、これは確実に仕留めていきましょう。ちょっと一旦無駄にしちゃうぞ、これだと。ギャンをここに入れて、ギャンでグレイファントム狙おう。まあさすがにこんだけ攻撃加えればやられるだろう。モビルスーツの数が欲しいね。
さすがはビグザムよ。ジャミトフ撃沈できない。ブレックスのグレイファントムも撃沈できなかったね。いやー、敵もやっぱり艦長クラス相当人材揃ってるな。落とされるなよ。ここはモビルスーツをできるだけ失いたくないですからね。まだグレイファントムは落とせるよね。もうつつけば落ちるレベルなんで、これは一旦ほっといて尊念あたりに攻撃させればいい。ビッグドームを出そう。ここにいるサラミス何がしたいんだ？一気なんかちょっとピョーンって出てきてるけど、ジャミトフ落とせなかったの？マジですかい。いやー、孫年さん、ちょっとさ、その手腕疑うな。ビッグドム失うよねー。まあ、ただ守りきれそうですね、少なくともこのターンは。このジャミトフは撃ち落とせるよね、さすがに。これ撃ち落とさなかったらもうちょっと、首だな。よし、こんなところかな。これで、なんとか守りきれはしそうですね。ただ、この後、次のターンになると、また、連邦は、増援がやってくるんで、それをどうするか。ジャミトフ、やっと落としたな、孫年が。グレイファントムも撃沈できましたね。さあ、そしたらそろそろほぼほぼ全部、セリフは聞いたかなと思うので、またオプションから切っていきましょうか。よし、孫年が結構頑張ってくれたな。途中1ミリのジャミトフを落とせなかった時は無能扱いしましたけど。アバオアクーなの？間違いないのかな？アバオアクーで間違いないね。そうすると、ちょっと部隊も一部戻さなきゃいけないわけだな。
アーバーワークに向かう部隊と向かい撃つ部隊で分けなきゃいけないね。そしたら、アーバーワークへ向かう部隊はグガジン部隊で編成していって、残りの部隊で連邦のアーバーワークへ向かっている艦隊を迎え撃ちましょう。十分戦える戦力だと思うんで、艦列を整えていきます。いきなり戦闘を仕掛けてくるってことはないと思うんですけどね。まあ、一応展開をしておきましょう。で、モビルスーツを生産します。ここは、ゲルググ失ってるのでゲルググが作れるよね。あと、ギャンが思ったより使えるというのが分かったので、ギャンを作る。これでいこう。連邦の総攻撃が始まってるからな、再び。ソロモン防衛したらすぐにルナ2攻撃と、あとは衛星軌道の、まあ、制圧を優先的に行いましょう。いやー、ソロモンに再び敵の艦隊の増援が来てるね。果たして持ちこたえられるのかと。ガンキャノンがいるじゃないか、こんなところに。もうこのビグザムもうパワーダウンだな。そうなると動いて回復させないといけないね。リックドム、このリックドムも一回戻そう。いや、この増援を相手にどこまで戦えるかだな。ソロモン次のターンにバルバロが多分戻ってこれるとは思うんですけど、活躍してくれた尊念をちょっと失いたくないしね。さあ、そしたら尊念は一旦どこで我慢させる。ドワーニングを発信させよう。ビッグドムを先に出す。ガンキャノン装甲硬そうなんでね、ちょっとここは確実に行きましょう。いや、ギャン本当に強いよ、ここまでのところ。よし、これでいいかな。ちょっとゲルググが動かせないのが痛いな。どうする？ゲルググ2機だけでもいいから出すか。確実に攻めよう。この真ん中はね、今ここにいるゲルググだけは動かせないので。で、連邦は上から艦隊が来てるな。モビルスーツの数は多くはなさそうです。
いや、本当に、あのギャンにパイロット乗せてたら成長が半端なかったな。そこが残念だな。だギャンもね、ちょっと今見た感じ、やっぱりエネルギーを食いますね。想像以上に。さあ、今回は体勢立て直しに当てられそうだな。であれば、一旦モビルスーツを収納して、回復させよう。 G3 ガンダムだけは落とす。そうなるとシムスを出して確実に落として、残りはエネルギーの回復に当てましょう。OK だね。シムスの成長もかなりありそうだな。上積みがどれくらいあるのか、ちょっとシムス自身のポテンシャルは不明ですけど。さあ、その感じのシムスですが、もうパワーダウンだね。エネルギーが切れてもね、ビグザムはもうそうそうは落とせないからね。ではモビルスーツ台を再び出しましょう。ギャン3機で攻撃を仕掛ければ安心して倒せるね。サラミス落とせなかった、残念。よし、このターンも守りきれれば、先ほどお話したようにアーバーワークから戻ってくる増援が。これでソロモンは持ちそうですね。いや、お金がすっからかんだな、それにしても。モビルスーツの数が一気に増えたね。40機のモビルスーツが増援でやってきた形になるので、これなら安心して見守れそうだな。で、問題は敵だな、こっちだな。どうする？一気に攻め入るか。距離がまだ詰められてないんで、まだ様子見だな。
敵の出方を確認しましょう。一応散布だけしておきます。かいっそのこと中で迎え撃ってもいいけどね。要塞内部に敵を引き込んでから撃破というのでもありですけどね。まあでも敵はじわりじわりと寄ってきた感はあるんで、一番嫌なのが半分を要塞内部、半分を要塞外部で迎え撃つっていうね、兵力を二分させられるのはきついんで、ちょっとそうならないようにだけは気をつけましょう。次のターンでバーワークーからもモビルスーツ隊を出せる。ここは委任しちゃう。いやー、もうちょっとしっかり片付けてからにしよう。有力な部隊を失いたくないというのは一番の要因ですけど、よし、よくぞ持ちこたえた、本当に。一番入っちゃいけないところから入ったね、左下っていうのは。うん、右下というのは。いや、うん、孫年が、孫年が、なんか育ってくるかなと思っていた矢先に、その孫年が。ちょっと孫年のケアが甘かったんだな。これ誰乗ってる？どうするか、あんまり前に出したくないね、そうなると。まあさすがに大丈夫だとは思っていますが、偏見だったね今。フラウボーがジムに乗ってるのか。ワッケイのサラミスは撃沈しました。フラウボーのジムが袋論されてたな。敵は撤退するね。追撃するぞ。すぐに艦隊を再編して追撃に当たりましょう。追いまくってそのままルナ2になだれ込むということはだ、少なくともモビルスーツの数がルナ2を落とすには足りないよね。
なので生産者を、リックドムは作りたくないんで、やっぱギャンになるよな。でもこれ見てるともう一回ぐらいは入ってきそうだよね。モビルスーツ隊を連成して。モビルスーツ隊を展開する。シーマのゲルググだな。こんだけのリックドームの数出せばさすがに落ちるだろう。ビグロもいるしね。問題はここだな。どうする？部隊を出して叩きに行くよりか、もう一回敵を引き込んだ方がいいのかな。ちょっと微妙なとこですけど。敵の動きが気になりますね。ソロモン方面、特に要塞内に入っていく様子はない。撤退していくね。ただルナツ方面から増援が出てるようにも見えるので、もしかしたら合流して戦力増強した上でもう一回来るかもしれませんね。であれば追撃しながら攻撃にかかろう。確認します。外交強化ぐらいか、魅力がありそうなのは。それ以外は特に魅力を感じないな。特別作戦と言われても。まあちょっとお金も資源もすっからかんだというのはありますけどね。ではソロモンからモビルスーツ隊を出していきます。発進です。みんなゲルググ含めて飛び出しちゃってるんだね。じゃあちょっとここはね、少し巻いていきたいと思います。
諜報部から良い報告が入りました。ヴィンソン計画で再編された連邦艦隊はこたびの戦いで壊滅したようです。もはや連邦宇宙軍に我らを撃つ力はないと考えて良いでしょう。地上でも宇宙での勝利に呼応し、各地に潜伏していた兵たちが一斉に蜂起しました。アフリカ戦線においてはビッター少将が率いる部隊がキリマンジャロ騎士の奪還に成功したとの報告も入っています。兄上、今ならば大攻勢に転じ連邦を打ち砕くことができます。我らの力を連邦に見せつけてやりましょう。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。ケンプファーですね。はい、ではちょっとキリがいいというかね、転換期になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、まず、連邦宇宙軍、これ、ソロモン周辺でまだ戦闘続いているので、これを撃破しつつですね、キリマンジャロ基地、これが奪還できたということなので、地上の方にも目を向けていきたいなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。